もうこれやれただけでかなりいいカウンセラーになってますもん。ではご自身自身の悩み問題ちょっとね掘り起こしていきたいので、じゃあ純子さん、はい、ね、あの自分の悩み、例えばどんなことがあったかなっていうのを思い返していただきたいので、例えば SNS に投稿すること一つなんかどう思われるのかなと思っちゃったり、何か新しいチャレンジをしようと思うとあの時失敗しちゃったんだよな、受験とか結婚恋愛仕事、そんなことが思い浮かばれて新しいチャレンジに進めなかったり、失敗が怖いっていうことないでしょうか。そして人間関係がうまくいかない、職場家族子供時代の親との関係がもう10年も20年も30年も50年ぐらい経ってまだ悩んでる、そんな方もいらっしゃいます。小さなことから大きなことまで人間関係どんなこと悩んだことありますか。そしてもやもやするとか気分が落ち込む、ね、もうみんな桜だなんだってわーって言ってるのを見るとなんかもやもやするとか、まあ、コロナでねずっと閉じこもってて特に理由はないけどもやもやする落ち込む、そんなことがありませんか。そして怒りをコントロールできない、何かちょっとした親とか職場の上司家族のちょっとした言動にピキッときちゃってついなんか言ってしまう、でそれを抑えようと思うんだけどコントロールできなくてイライラしたり怒っちゃったり、そして身近な人が困ってる、お子さんが学校行かないとか妻や旦那なんか悩んでる、職場の同僚が何か落ち込んでるみたいなんだけど声をかけたい、悩みを解消してあげたいけどどうしたらいいかわからない、そして困難な状況や天気、まあ、コロナもそうですけど困難な状況、もしくは結婚とか出産本当は喜ばしいことなのに何か環境が変わって、それに対して混乱してしまったり、天気でこれからよしやるぞなんだけど何か心配事うまくいかなかった、そんな時に人に悩みを聞いてほしい、そんなことないでしょうか。でこれがねちょっと誰かに相談ができて解消できたらいいんですけど、それを放置していくと例えば問題がどんどん長期化していく、ね、1年5年10年30年ずっと同じ悩みをぐる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 している方もいらっしゃいます。そして周りとの依存関係、自分が頼れる親とか上司友達にとかカウンセラーの先生過度に依存してしまって、なんかその人がいないと心配不安、そして考え方行動がパターンにはまってしまう、いつも同じところでぐるぐるしたり同じパターンで失敗したり、いつもああいう人とうまくいかない、同じ失敗をしてしまう、そして感情に振り回される、ね、怒りや悲しみ感情がわーって湧いてきて自分ではどうしようもない、そして責める言い訳をする、自分が混乱したり悩んでいると周りの人を責めている、もしくは自分を責めてしまったりどうせ私が悪いんですになったり、そしていろんな人に相談すればするほどいろんな人のアドバイスに振り回されてしまう、そんなことはないでしょうか。ではちょっとご自身の今あえて言えば抱えている課題を一つ選んでいただいて、で中には自分はカウンセラーとして働いているから自分には今問題がないって方 OK です。で実は共感するときに一番パワフルなのが似たような場面を思い出すということです。例えば自分の、クライアントさんがお父さんにすごい DV されて、まあ、すごいトラウマ体験したとして、自分のお父さんむっちゃ愛情豊かに育てられたから気持ちがわからない、これを、そうだったんですか大変でしたねとか言われても、もうこのトーンですでにもうあなた分かってくれた。でも似たような体験を思い出します。例えば会社入って上司に今月なんで取れないんだよとか、もしくはそんな強い口調じゃないけどただただ今これだけ、まあ、今まだ 17% まだ 34% でもう月末なのにまだ 43% なんか数字を来ただけでまるでその上司にプレッシャーかけられたような場面、ああいうふうに近しい場面を思い出して関わると寄り添います。例えば一切そういうのなくても上司に数字で毎月ずっと毎日のように追い込まれた時のうわーやんなきゃみたいな、その場面を思い出しながら目の前の人が子供の時トラウマあったって話を、そっかそうだったんですね、思い出しているのは上司からの数字ですけど、こんな風にトーンやエネルギーを合わせるとむしろどういう風に傾聴するかって発想するよりも相手が分かってくれやすいです。なので特に問題ない方もあえて言えばってちょっと思い出してください。ああしろこうしろって助言もしないし批判したりしないし、それダメじゃないかあれダメじゃないかっていう否定もしない、基本的には寄り添って聞く。おそらくここにいらっしゃってる人には1冊2冊3冊4冊カウンセリングの本を読んでると思うんですよね。でも
それで解決する時もあるんだけど、しない時もあります。なぜならカウンセリング領域は思考領域で解決できる問題もあるし、思考じゃなく身体感情に住み着いている場合もあるし、どちらもあります。特に今日身体感情レベルの課題も扱いますので、ぜひ体験重視で、はい、何かしら自分なりに一生懸命やったことに関して 100% イエスでしかないです。悪意が、ないのであれば。なのでなんか一生懸命聞いたんだけど あんまりよくできなかったでも OK なんで、ぜひ遠慮なく失敗してください。カウンセリングでまず大事なステップは白紙提供感、先入観持たずに聞く、そして現場検証、その問題が起こった 4W1H、 いつどこで誰と何をどのように場面下臨場感していくと起こります。私たちは具体的なエピソードの中でしか幸せや不幸は感じないんです。例えば冷たい旦那はいないんですよ。冷たいと感じたエピソードしかないですね。言うこと聞かない息子はいない、その態度、その口答え、その宿題やらないところ見た時言うこと聞かない子供もいるし、なんかかばってくれない上司がいるわけではないんです。この時もう少し声かけてほしかったっていうエピソードしかないんですよ。幸も不幸も具体的なエピソードでしかないんですよ。ということは、なのに私たちは何のエピソードで幸せになっているのか、何のエピソードで不幸になっているのか気づかないでいるんですよ。で、何のエピソードで幸せかを洗い出して未来にいっぱい作っていくのがコーチングだとしたら、何のエピソードが引っ掛けになってしまって自分が落ち込んだりイラッとしたりムカついているのか探していくのがカウンセリング。その時先入観を持たずに聞く、もうこれやれただけでかなりいいカウンセラーになってますもん。1日研修したらこの講座分元が取れます。